いやー、せつなけいすきだよ。前回のパートからためどらりで、まあやっていきます。パッパと終わらせて、まあラストの方見ていきたい。イブ、もう出発して大丈夫なの？はい、大丈夫です。行ってきましょう。確か左行ったらあかんパターンで下に行くんだったな。こう行ったら、お、ガチャガチャ出てるって思って見てみるんやけど、何も見えない。ああ、やねんそれって感じです。おお、こんなんあったな。そういや、よし、おい、デンジャラスデンジャラス、おお、デンジャラス。どれだろう、どれだろう、3つあってどれなんだろう。ああ、俺どれ選べばいいんや、どれ選んだら正解なんや、これどれだ、どれなんだ。俺右利きやけん真ん中選ぼうか、右利きやけん真ん中選ぼうか。おっしゃー、右利きっていうことが生かされた時や。右利きでよかった。おい、なんこれ、ミルクパズル、ミルクパズルですか、知りませんね。まあその名の通り、ミルクのように真っ白なパズルですか。そうですか。絵がついていないけど普通のパズルより難しいんですって。あ、そうなんですか。はい、わかったわかった。あんま思んないことを言ってやった。うん。ミルクパズルなんて興味ないっすよ、俺。だからなんでベラベラ喋ったのかわかりません。で、これは何？月夜に散る儚きお前。はい、そうっすか。儚いですね。何が儚いか教えてほしいんですけどね。鏡よ鏡よ鏡さんが、また現れた。おう、何よこの像、水路塞いじゃって。ふん、わっしょーい。ふう、よし、これでオッケーって。あと、これが何だったっけな、あの感じ、引っ張っとけ。引っ張ったら何だっていうのは正直わからない。鍵かかってる。何かしら、このパネルみたいなの、何か入力できるみたいよ。おお、これか。この、なんですか、パックリモグモグみたいな、なんか変な生き物の名前を考えればいいんだろ。考えればいいじゃない。答えればいいんだろ。なんやったっけ。確かね、これ C から始まるんよな。でもって、確か、んから続くんよな。3文字目なんだったかな。もうとりあえず、適当に、カーって入れとこうかな。あとわからん。適当に、いいと、のーと、よーでも入れとけば、まあ違うだろうな。こんな適当に入れちゃさすがに当たるわけない。おや、当たるわけない。当たったし。おお、ミラクル起きたで。4つ、4文字ほど適当に入れたんが当たったで。俺今日もうとんちゃん。入ろ。なんかあるで、決別やって、なんか嫌な絵ね。そうですね。わ、なに停電、ちょ、暗くて何も見えないじゃない。イブいる、いますよ。そうならいいわ、ちゃんとそこにいてよ。しかし困ったものね。あ、そうだわ、ライターがあったの忘れてた。ファイヤー。おう、ギャリーさん、ギャリーさん、あんた一瞬のうちにどんだけ文字書いてるんですか。すごいな、あんた何などうやったん。すごいなお前。何よこれって、ちょっともう恥ずかしがらなくていいっすよ。こんなに一瞬に字書けるってことをアピールしたかったんでしょ。わかるわかる、そういうちょっと隠し芸的なやつ、わかるわかる。そう、ちょっと遠慮がちに見せたいってことわかる。もう恥ずかしがらんでええよ。こういうことできるって言うならこういうことできるって言ってくれてもいいよ。もうギャリーさん、ほんときついわ精神的に。いや別にいいんちゃう、恥ずかしがなくてもいいんやって。わからんぼさん。なんでちょっと読ませてくれない。これ読めんな、読めんってことはガッシュの魔法なんかな。なんか一つずつ新しくザケルとかラシルドとかできるようになっていくかな。今の場合なんだろうな。まあいや、もうなぜかギャリーさん読ませてくれない。私に読む権利ないんですか。花占いやって、花占いですか。そうですか。わあ、なんかすごい字が増えてます、増えてるんです。ライターなどの申し込みはご遠慮いただきますようお願いいたします。そういうことならもう入り口に入ってたことで
持ち物チェックとかしてくれ。鍵開けた。こっから出た。何があったっけ。何をすればよかったんやっけな。あ、そう、こんなペタ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 臨場な足元があった。ペタ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 臨場、ペタ臨場ったらペタ臨場。というわけでそっちに進もう。わお、うわ、突き飛ばした。イブカウンターダックや。メアリーが体当たり仕掛けてきたけん、カウンターで返して突き飛ばしたぞ。やるな、イブ。ちょっと大丈夫。あ、待って。ねえ、あなた、もしかして美術館にいた人じゃないの？あ？やっぱり。私はゲリ。で、こっちの子はイブっていうの。私たちも美術館にいたのに、気づいたらこのわけわかんない場所に迷い込んじゃって。今、なんとか二人で出口を探してるわけなんだけど。あ、もしかしてあなたもそうじゃない？わ。私も誰かいないか探してたの。外に出たくて。それで。あ、やっぱり。ねえ、よかったら一緒に行かない？え？女の子一人じゃ危ないわ。ここ変な生き物とか結構いるみたいなのよ。だから、一緒に行きましょう。みんなでいた方が心強いし。うん、行く。じゃあ決まりは？決まりね。あ、名前は何で言うの？メアリー。メアリーか。メアリーか。じゃあ、メアリー。君用の方に君にあだ名をつけよう。君のあだ名は今日からサダノブだ。よろしくね、サダノブ。メアリーね。よろしく、メアリー。うん。イブ、よろしく。こちらこそ、サダノブ。よろしくね。お、こいつ、サダノブっていうあだ名気に入ったんか。やたら、って返してくるぞ。おお、気に入ってくれてよかった。何よりや。よし、それじゃあ、仲間も増えたことだし、張り切っていくわよ。おー、サダノム結構テンション高いな。サダノムが仲間になりました。争いの矛先。花はいけんでよし。そうだった、そうだった。こう、HP がマックスまであるのに、花いけさせられるんや、もう。ギャリーさんのいけず。サダノムのなんか言ってあげて、無駄になるよってな。そういえば、私とイブにもバラがあったってことは、もしかしてメアリーのバラもあるんじゃないかしら。うん、持ってるよ、黄色いバラ。あれ、ほんとに、二人ともしっかり持ってるのよ。なくしたりしたらダメよ。誰かに渡すのは危ないからね。それから、わあ、イブのバラは赤なんで、私のバラは黄色だよ。お、サダノブのバラは黄色か。なんで黄色なんだろう。サダノブだぜ。サダノブって聞いたら俺としては黄色よりも青のイメージがあるよな。ギャリーさんと被るけど青の方がいいんちゃうかな。おかしいな。配られるバラがおかしいんじゃないかな。黄色好きなんだけどピンクも好きなんだ。あと青もほら、 青って言うたやん。サダノブ青好きって言うたやん。じゃあなんで青にしてあげんかったん。人の話は聞きなさいよ。はいはい。チャラリロチャラリロ、一体どっちが正しいのか。これ結局何だったんだろう。一周目で思ったんやけど、一周目はどっちが正しいのかって言ったら、なんかこっちかこっち、どっちに入ればいいんですか的なことを勘違いしとったんやけど、全然違った。どうすればいいんだったっけ。嫉妬深き花ってあった。とりあえずセーブしとこうかな。サドノブが増えたし。どうしよう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 。確かこっちだったかな。そう。あー、ここか。あったな。男女ってか言おったな。ピンク、白、ピンク、ピンク、白、ピンクの順番に。交互に並べ。男女って言った時にも、あれ、めっちゃ滑っとったな。赤目のやつ。そうかな。可愛いと思うけど。サダノブ、こんな趣味あったんか。これのとこが可愛いのよ。そうかな。
イブはどう思う？どう思うったっていう歌ってさ、わからないっす、わからないって。まあいいじゃないの。それより立ってとこんな気味で悪いところ出ましょう。この部屋なんだか見られてるみたいですごく落ち着かないわ。見られてるの意味がわかりませんが、ね、とりあえず見られてるんですかね。わーっす、サダノブ何しとんな。落としたらあかんやん。サダノブ、サダノブ、サダノブのせいにしたわけでもまあいいでしょ。サダノブが悪いんやからサダノブのせいにするのは当たり前やん。よし、じゃあ次右の方、鍵かかった。なんだったかな、なんかやり忘れとったかな、なんか忘れとったかな、なんか忘れとったかな、なんか忘れとった。あ、そう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 、こいつの中になんか鍵があったんだ。忘れとった忘れとった。2周目なんだぜ。ポンポン行こうぜ、ポンポン。あっと、そう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 、そこでこれが出てくるんだ。まあ、物音がしまして、何この音、近づいてくる。でーんってなる。こんな感じでラグレーシア的な感じで出てくる。地面から何か出てきたって。なんかまずいわ。みんな絵から離れて。イブ危ない。わお、サダノブに助けられた。二人とも大丈夫って感じで、あーびっくりした。イブは怪我とかしない？怖かった。確かにびっくりしたわね。でも怪我がないで、バイス。それにしてもこれでバイス。折ったりできる、バイスバイスバイス。なんか水草になる、飛ばした。ねえイブ、さっきの部屋で鍵拾ったよね。その鍵でそこのドア開けられるんじゃない？分かってる。そんなこと言わんでも分かってますから。大丈夫よね？大丈夫だと思う。分かれない方がいいってあります。これ分かれない方がいい選んだらどうなるんだろう。一周目は大丈夫だと思う選んだんやけどさ、ちょっとやってみようか。なんでよ、すぐ戻ってくれば大丈夫だよ。他にいい方法見つからないし。確かにその通りだわ。結局こうなるんや。結局別れてもいいって言われるんや、ギャリーさんに。おっしゃ、じゃあ行ってきますよ。セーブしよう。サダノブとのワンツーマンで行きます。確かこいつこの椅子持っていきたいけど床にくっついてて離れないみたい。サダノブパワーでもダメなんか。どこに何があるか全然覚えてない。おっす、この部屋調べちゃうよ。調べなあかんのっすか。これでぶつけたら壊れそうだよね。重くて全然動かせないけど。サダノブパワーどこで生かすんや。サダノブの力どこで行かせてくれん。サダノブちょっとこの先に行かせてくれんの。ちょっと先気になるでしょ。なんかなかったっけ。どこに何があった。何か焼き入れそうなものないかな。パレットナイフ。ツルは削れないかな。無理だボケ。サダノブ何言っとんな。そうだよね、やっぱりダメか。ダメなんです。で持っていくんお前。念のためね、念のため。その念のためがどこで出てくるっていう。ちょっと後ろから刺してこないでよ、サダノブ。ちょっとまだなんか調べるとこあったっけ。なんか調べるところまだある。なんか調べるところまだあったっけ。どうしたっけ俺。なんかあったまだ。ぶつけて壊れそうだよね。重くて全然運べないけどってか、そんな感じ。なんかなかったん。役に立ちそうなものないね。戻ろうとしたらこう暗なって、くそーっつ。おいお前サダノブ、お前暗して入り口閉じただろ。お前これやって、お前やろお前。ちょっとしたトリックだろお前。って演技しててもあかんよ。お前がやったことでわかるんです。せーの、わっしょいって、びくともしないって。お前サダノブ本気出せば生きるはずだろ。サダノブ何って手抜いたんだ。おー、私をギャリーのところで戻したくないんか。わかってる、こっちから調べようのパッケ。セルフキャッチキャッチ
キャッチ。しかし取れない。そしてパリーンってなる。オッケー、これしかないんです。寝てーピエロ。エース、なんだなんだい。エブ、君に楽しんでほしいから、大人の世界へ、大人のいない楽しい世界へ、ネバーランドか、一緒に行こうよ。お友達も一緒だよ。これさ、一周目も言ったんやけど、サダマブは友達じゃないんですよね。だから一緒に連れて行きませんってね。名前が変わっても連れて行くとは思うなよ。それは甘い。じゃあセーブ。聞く義理がいいんで、ここで終わらさせてもらいましょう。サダマブと一緒にイブは行動します。サダマブだぜ。じゃあ今回はこの辺で、ね、ご視聴ありがとうございました。塩揚げ。